静岡県道34号、島田吉田線は、静岡県島田市から、灰原国吉田町に至る県道である。島田市中心部と大井川の対岸にある、同志発送地区及び吉田町を接続している。羽ばたき橋及び、取付区間も、島田吉田線に指定されているため記述する。島田市向島町から本通り7丁多目交差点までは、旧、東海道。 それより先は川崎街道と呼ばれていたが、現在は東海道本線の川崎街道踏切に名を残す程度である。牧野原大地から望む大井川と島田市の市街地。中央やや右の橋は島田大橋。島田市同越島と同市坂本を結ぶ大井川に架かるコンクリート橋。1957年下境。長さ722.7メートル。 島田市朝日から国道150号までの全長8 8トル。船木交差点までは、旧道の西側を通っている。島田大橋蓬来橋の田元から撮影した島田大橋。奥には谷口橋も映っている。2021年2月撮影。島田市朝日と同市坂本を結ぶコンクリート橋。谷口橋の混雑解消のため建設された。 1994年共用開始。長さ942.5メートル。島田市中川と八重洲市上線を結ぶ、羽ばたき橋は、東名高速道路を挟んで下流にある国道1 5 5号、富士見橋の渋滞緩和と富士山静岡空港へのアクセス工場のために建設された。橋及び取付道路は、島田吉田線の支線に指定されている。 八重津市道0 1 0 5線位等は、八重津市道及び、藤枝市道となっている。当初は2010年3月15日開通予定で、橋脚自体は完成していたが、右岸取り付け道路の土地取得が難航、3年余りを経た2013年8月3日に開通した。ありがとうございます。